皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらの私が昔 4,5 年前ぐらいに水彩アートにハマっていて、その時に使っていた絵の具のパレットです。こちらずっとしまい込んでいて、この間片付けた時に出てきたので、こちらせっかくなのでこちらを使ってデザインを作ってみたいと思います。こちら開けると絵の具が36色入っています。もうこの36色あれば大体なデザインを作ることができます。ちょっと私の管理の仕方が悪くて、こう立てていたので、この白とかもうすごい飛び出てきちゃってるんですけど、でもこれ硬いんです。硬いので全然こうビローンと流れたりとかはしないです。こちら水彩絵の具になってます。では今回はこちらの絵の具を使ってデザインを作っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、では今回はもうすぐ梅雨の時期で紫陽花の咲く季節なので、紫陽花のデザインを水彩絵の具で表現してみたいと思います。はい、では親指のデザインを作っていきたいと思います。ではまず白のカラーを爪全体に塗ります。はい、では一度ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にこちらアゲハさんのマットトップジェルを塗ります。他のメーカーでも試したんですけれども、マットジェルでしたら何でも大丈夫だと思います。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちらの未硬化ジェルをエタノールで拭き取ります。はい、では次に絵の具を使うときに必要な材料が、絵の具とパレットと筆とあとお水とキッチンペーパーを使います。はい、ではまず使いたい色をパレットの上に出します。ではお水を含ませて、使いたいカラーをのせます。結構少なめで大丈夫です。お水を多めにして使います。では筆を拭いて、はい、では次にブルーのカラーを使います。
い、ではこの2色を使っていきたいと思います。はい、ではアジサイのデザインを描いていきたいと思います。ではまず紫のカラーをのせていきたいと思います。ではちょっとランダムにのせます。はい、こちら少し濃い場合は筆を少し洗って、で筆に水分を含ませます。そうすると色が薄くなります。色の調節ができるので自分の好きなカラーに、好みな色にしていきます。はい、こんな感じで次にブルーのカラーをのせます。はい、ではこのここの境目の部分をぼかしていきます。叩きながらぼかしていきます。ちょっと紫が足りないので少し足します。この2色が混ざってもとても綺麗なので、2色が合わさった色とかも作ってあげると3色になってとても綺麗です。はい、ではこちら1度目はこんな感じに仕上げていきます。ぼやぼやとした感じです。では奥行き感を少し出したいので、もう一度こちらのマットトップジェルを塗ります。はい、ではライトに入れます。はい、では未硬化ジェルを拭き取ります。はい、では次にちょっともう少し細めの筆を使っていきます。ではお花の模様を描いていきます。ちょっともう少し色を濃くします。
少しぼかしながら描いていきます。水彩アートはふわふわしてる方が可愛いので、少しぼかしながら水で薄めながら描いていきます。では次にブルーのカラーをのせていきます。濃い時は水をつけて、筆を少し洗って、で中の色を吸い取ります。はい、ではこんな感じに描いていきます。はい、では次にボンネイルさんのゴールドの箔をのせていきます。はい、ではベースを塗ります。では箔をのせます。箔はちぎってのせます。はい、ではこんな感じにのせます。ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらをノーワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。こちらで5本完成になります。親指のアートと同じ感じに中指と薬指のアートも描いてみました。こちらの絵の具の技法は色を濃くしたり薄くしたり、色を混ぜたり、ジェルのアートよりも断然こう描きやすいというかやりやすいなと私は思います。初心者の方でもとても作りやすいアートだと思います。今回の動画、少しでも参考になると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。